カットリ君落ちる。ああカットリ君が。もうねカットリ君ねさっき落とされて危険悪いよ絶対。夕方やな。うん。息子の宣伝。喋りながらやった。うん、ゴルフでやってゴルフでなんか帰りなんか喋りながら行ってみたんですよ。名前。前の。そこでまたやるなみたいなことあるんですよ。あそこのなショットが入ってたのみたいな感じじゃん。ドライバーよライアンで行ってるよかったわお前も石川遼やったらもう沈めとったねよくさすがやからなこの髪型は最近の流行りかえハイカラだね絶対言ってねえだろシュープリまたしたっけ俺はい、めちゃうまうまっ上になったけどなほんまにうんちょっとはもうね一時分はみ出しやばいやられたねはみ出しくんやんかポンちゃんグッズ全然なかったしなあポンちゃんなかったよね全然男やったよなそやなコロッケみたいなもんスビちゃんみたいなもんなのかなこっちもいけるんだよ。マイクもいけるんだよ。こっちもいけちゃうよ。さあ、ではね、僕はね、この、コンゼの里で購入しました、立冬いちじくシュークリームをいただきます。ただね、いちじくが飛び出します。あ、匂いがね、匂い普通のシュークリーム。あ、いちじく。あ、美味しい。あ、へぇー。あ、ナビゲートも。あ、なるほどね。うん、ナビゲートね。まだまだ真っ直ぐ。ずっと道なりです。あの、10人を。いいよ。うん。あ、イチジクめっちゃ美味しいわ。あ、ジャムやろ。うん。ジャムやろっていうか。もう全然ジャム。うん。なんかもう、普通に、イチジクパンみたいに見えてきたもん。だって。うん。うん。そんな感じで、カスタードクリームも入ってる。あーなるほどねあカスタード入ってるんや、うん、じゃあもう全然シュークリームですねあそういやもうカスタードの入ってるああなるほどあーは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 トッチー食べるいらないらないと、うん、いらないとじゃあ僕だけでおいしくいただこうかないやいや食べちゃっていいよ甘いのですけどさあさあさあもうねさあもうさっきのコンゼの里立冬から1分程度で、はい、これですかねこれはい、これですはい、着きましたグリのサトリットなんかもう、普通にうん普通になんか街の中にあるねそうなんかね、全然紛れ込んでる感じもなんかちょっとさ、こう見つけた時の発見みたいな欲しいなはい、ではね、10個目のアグリのサトリットにやってきましたやったねさっきのとこ、コンゼの里からだいぶ近かったね近かったねうんまあ、同じ多分立冬市の中なのかなそうだねまあね、じゃあここでも、ここがね、島の5時ということなんでねまあ、ちゃっちゃと切符の方ね、ゲットしたいなと思ってるんですけども嬉しいですかいいですよじゃあ、行きましょうかはい8かアグリアグリですねアグリとグラこちらあ、スポンお、スポンやスポンポンポン吉ポン吉、お、めっちゃ見てるほらめっちゃ見てる豆腐が、あ、丸っぽ豆腐早食いライカイ あ、これか、この ポスターの、ね、5月4日やってあ、これですね、名物の赤こんにゃくあ、そうなん派手好きの信長がこんにゃくに色をつけろと言って色をつけたはず、確かその味なるほどね物知りだあ豆乳プリンとあるよ美味しい豆乳あ、豆乳プリンいいやん僕これ食おうあ、そうただいまの時刻、4時38分さあ、ではね、2ページ目か
でね、先埋まったね、2ページ目の10個目か、次は次に、はい、こちら、アグリの里立冬ね、裏はなんか女の子だね、パン工場があったんかな、まあまあいい、まあまあいい、ではでは10個目のね、切符を手にすることができましたと。はい、ではね、次の行き先をね、僕たちはちょっと、もうだいぶね、疲れてきたよ、もう残りでも3つということなんでね、うん、もうパンパンパンと行きたいと思いますけども、今回ね、滋賀県この記念切手の、切手ちゃう、切符の、旅をね、じゃあ次11個目行きたいと思います、うん、さあどうぞ、ひらり、うん、草津やけどシンプル草津、あ、草津っていうところがあるのかね、道の駅草津、うん、では、ね、ではでは行きましょうか、じゃあ道の駅の草津に、はいはい、まあ、なんか雑な感じがするね、うん、ここまでなんかあるのにこうですよ、ね、草津きっとね、シンプルなとこだね、なるほどね、豆腐が有名みたいなので、豆乳プリンをね、ちょっと豆腐をそのまま食べるわけにもいかないので、ちょっとね、豆乳プリンを、うん、ちょっといただこうかなと、いただいてください、これね、やっぱ甘いものね、なんか匂いはね、しない、しない、匂いしないね、豆乳ってやつすごい、いただきます、プルプルやね、どう、さっきのあのミルクプリンと比べて、豆腐ですね、あ、豆腐、はい、豆腐のプリンというより豆腐に近い、うん、あ、そう、豆腐、え、どういうこと、何も言われなくても豆腐、例えばあのミルクプリンかなって押さえたら、うん、騙される人はいない、もう豆腐やなって分かる、あ、そう、あ、もう口に入れた瞬間は豆腐な感じなの、うん、絶対豆腐やなって分かる、そうぐらいの豆腐感、なるほどね、でもうん、多分食べやすい、食べやすい、うん、へー、豆腐って結構万能ですね、うん、だからあのね、醤油かけて食べれるし、うん、甘くしたらスイーツにもなるんだよね、はい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 、結構いろんな側面を持ってるんだなっていう、豆乳プリンもっと美味しいと思ってた、あ、そんなに、あんまり好きじゃないか、いや、いや、まあいいけど、うん、とこう癖がある、食べてみるかい、うん、ちょっと一口もらおうかな、どうぞ、一口な、豆腐やな、うん、豆腐、美味しい、後味がもう豆腐、豆腐、うん、豆乳プリン、すげえ、ただの豆腐だよ、うん、豆腐を、豆腐にちょっとなんか甘さを足しましたぐらいの感じかな、うん、どんなとこなんかな、草津は、あと3つ、あと3つやね、待っていこう、そう、ただね、草津はね、閉まるのが6時です、やばいよ、はい、あと1時間で3つ行かなきゃ、草津はね、まあまああったような気がするな、お、お、おお、あれ、ドクターイエローって言われている、なんからしい、